ええ、分かってる。気づいた？だって、今回は仕方ないわよ。君が言ったのよ。せっかくだから、ライブでサックスを持ってパフォーマンスしてみないって。大事な楽器をパフォーマンスにも取り入れようなんて。それはそうだけど。まったくもう君ってば。仕方ない子ね。緊張してるって言ってるのにさらにプレッシャーかけてくるんだから。私、自分で言うのもなんだけど、今回はすごく努力したわ。それは同好会のみんなも同じくらい努力してたから。そして君が全力で作った挑戦的な曲を私に託してくれたから。映画研究部の作った映画みたいに全力で打ち込めたの。だから大丈夫、私はやれる。そうよね。いつもとは違う私だったでしょ。ねえ、いつもよりたくさん頑張った私にご褒美をくれない？あら、私だってそういうところあるのよ。知らなかったみたいだからたっぷり教えてあげる。この間デートした島寿司のお店また行きましょう。